こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、スーパーミニプラ勇者王ガオガイガー6です。ついにこれが来ましたね。これはあの勇者シリーズのね、最後の勇者王ガオガイガーに出てきたものではなくてですね、勇者王ガオガイガーが終わって、OVA オリジナルビデオアニメが発売されて、そちらの最後の方ですね、 OVA の方では6話の我が名がジェネシックの回に出てきて、その後テレビ東京で放送された勇者王ガオガイガーファイナルのグランドグロリアスギャザリングの方では9話ぐらいでしたかね、そちらに出てきて、ガオガイガーの真の姿がこれになりますね。地球で戦っていたガオガイガーは、このギャレオン以外はこのガオマシンの方は地球で作られたもので、このジェネシックガオガイガーに関してはこのね、ギャレオンの故郷のね、30連太陽系というところにあるところで作られたこのジェネシックギャレオンとジェネシックマシン、こちらがね合体してジェネシックガオガイガーが完成して、ガオガイガーの真の姿になるということですね。まずね、早速開封していきたいと思います。はい、箱がちょっとね、いつもよりでかいですね。デザイン的には同じですね。4つ入りで、こっちが表面ですね。そして裏面がこちらで、そして上はね、このようになってますね。この番号と中身のね、説明が書いてあるここだけ、他と全部ね、違ってます。はい、でこちらがね、ジェネシックガオガイガーなんですけども、でも戦っている時にね、このガジェットフェザーを開いて、まあ、このようになるんですけども、これは通常の状態ですね。そしてガイが乗ってます。血だらけですね。はい、横は、このラインナップが書かれてますね、ジェネシックギャレオン、ガジェットガオ、プロテクトガオ&ブロークンガオ、ストレートガオー&スパイラルガオー。はい、このね、ガジェットマシンのね、ガオマシンとね、ちょっと似てますけども。まあ、これが元になって、このね、ギャレオンの中にプログラムがあって、それを読み取った 3G が、これに合うものを、地球製でね、作ると、あのようなガオマシンになるんですけども。これが元になって、ガオマシンがね、作られているということですね。まあ、マシンといってもですね、そんな、地球のね、ガオマシンの方は結構乗り物感が強かったんですけども、このジェネシックマシンの方はね、ちょっと生き物のような、乗り物と生き物の間みたいなね、こんな感じがしますね。このね、鳥のようなガジェットガオと、サメとイルカのようなプロテクトガオ、ブロークンガオで、そしてね、このスパイラルガオ、ストレートガオはね、モグラのような見た目ですね。はい、このようなセット内容となっております。はい、裏面の方はこのように、このね、ガジェットフェザーを開いた状態と、あとこの技ですね、プロテクトシェード、ウィルナイフ、ボルティングドライバー、ジェネシックヘル&ヘブン。はい、このようなものが全部できるということですね。ということで、今回ね、こちらを組み立てるにあたって、まあ今まではね、全部いっぺんに、こうガッと組み立ててね、組み立てるところは何も映さずにやってましたけども、今回からですね、撮影方法を変えまして、一箱ずつ作っていって、まあこれね、一番がジェネシックギャレオンなんで、今回はジェネシックギャレオンを組み立てて、このね、動画を4本分に分けます。なので、次の動画がガジェットガオーで、その次がプロテクトガオー&ブロークンガオーで、そして最後にストレートガオー、スパイラルガオーをね、組み立てたいと思うんですが、まあ組み立てるだけじゃなくてね、ジェネシックギャレオンなら、まあ前のね、ガオガイガーのギャレオンと、ガオファイガーと合体しているファントムガオー、
まあ、ガオファーになりますけども、それとちょっと比較したりね、そういう動画にしていきたいと思います。でこれをね4本動画を出した後、5本目の動画でこのジェネシックガオガイガーにね合体遊びをしていきたいと思います。なのでね、かなり時間がかかってしまうと思いますけども、組み立ての作業が結構大変なんで、これをちょっと今回ね動画で残しておきたいなと思って、なのでこれをね一箱ずつやっていこうかなと思います。まあかなり本当にかなり時間がかかると思います。なのでね1日1本か2本あげられればいいかなという感じで、まあ、編集の方もありますんでね、なのでかなり大変になると思うんですけども、まあ最後の最後はねこのジェネシックガオガイガーと最初のガオガイガーとガオファイガーとね全部並べて比較をしたいと思います。でそれが終わって最後の最後にね、全部、ここにね一堂にこの今までのガオガイガーのシリーズのスーパーミニプラを集めてね感想などを言っていきたいと思いますね。はい、なので今回はこれが1本目の動画になって、2,3,4 と、動画を出していって、最後に5本目で、ジェネシックガオガイガーにファイナルフュージョンとなりますので、ちょっとね今回ねゆっくりとやっていく感じになりますんで、早く見たいという方はね申し訳ないんで、他の方もね動画出してると思うんで、まあそちらの方もね見ていただければやってると思うんでね、まあ僕はその最後の最後にやると思うんで、ちょっとお待ちください。はい、それでは今回、ジェネシックギャレオンを開封していきたいと思います。はい、ということで中身はこのようになっております。はい、かなりね今回、ランナーが多いですね。そしてこのねジェネシックギャレオンの方はね、ガオガイガーの時はギャレオンの体の部分、この白いパーツがいっぱい入っていたと思うんですが、今回ちょっとね色が濃いですね。若干グレーが入っているような、白とはちょっと言えないですね。はい、それがちょっと体の部分の色になります。まあ、他の方のパーツの色はだいたい前のガオガイガーの時と同じで、金色とかオレンジとか、まあ、黒とかね、あります。はい、そしてガムがね、1個入っております。はい、では、ランナーの方を出していきたいと思います。はい、ということでランナーはこのように1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚のランナーがあります。そしてシールがこれだけありますね。はい、説明書は2種類あって、こちらのねジェネシックギャレオンの組み立ての説明書とジェネシックガオガイガーへファイナルフュージョンの説明書がありますね。はい、いつものこういうのがね書いてあります。はい、それでは、ジェネシックギャレオン組み立てていきたいと思います。まあ、組み立てている最中はねちょっと無言になりますが、まあ、何か気づくことがあったら喋っていきたいと思います。はい、それでは組み立て開始いたします。
はい、ということで、ジェネシックギャレオン完成しました。はい、やっぱりね、この白い部分が若干暗めのね色になって、この最初のガオガイガーのギャレオンと比べるとね、白さが暗くなっているというのが分かりますね。はい、フォルムとしてはこのギャレオンの時よりかなりね生物的な、まあ、腕のあたり見るともう明らかなんですけども、膨らんでいるところと細くなっているところがねかなりメリハリがついて、このライオンの形にかなり近づいたかなと思いますね。ガオガイガーのギャレオンの時はこのね結構まっすぐな感じで腕がなってますが、ジェネシックギャレオンはこのようにねボコボコボコっとこうねメリハリがついた感じになってますね。でこのモールドの方もねもう完全に新規金型で何一つ同じようなパーツがないですね。劇中にかなり近づけたような形になってます。はい、このねサイドスカートのあたりも形が変わってますね。はい、尻尾の方もねかなり尖っております。はい、後ろ足の方もまあでもこの足の方は結構、まあ、ギャレオンの時から動物のような形にはなってますね。はい、でもかなりこのももの太さとかねボリュームが増しております。まあ、この縦髪に関してもそうなんですけどもね、このようにサイドの方にこういうねこのギャレオンの方がちょっとね貧相な感じに見えちゃいますね。こちらのギャレオンと同じようにね口の開閉もできます。はい、そしてこのこっちのねギャレオンの時は首は固定だったんですけども、ジェネシックギャレオンの方はボールジョイントになっていて若干ですけども動かすことができます。でまあこちらファントムガオーですけども、まあ、こちらはねライオン型ではないので、ガオファにしてから比較してみたいと思います。はい、でパーツの方なんですけども、手首パーツがこのね開いているものが左右1個ずつ入ってまして、でこちらのパーツは補助パーツになっていて、ガジェットガオと合体するときに使うものですね。腕を後ろに回すんですけども、それを外してこのパーツを代わりにつけて合体ということでね、そうするとちょっと重さが腕の重さ分抜かれるんで、ちょっと後ろのねこの腕の分すっきりするよっていうものですね。はい、でもこれはまあ使っても使わなくてもいいパーツなので、まあ一応ね、まあ、最初はこの腕がついた状態で合体をして、で次にこの腕を外して合体するというのもねお好みでねやってみるような感じですね。はい、ということで続いてジェネシックギャレオンからジェネシックガイガーに変形していきます。はい、ということでジェネシックガイガー完成です。今ねこっち側にですね、ガイガーとガオファーを用意してあったんですけども、ちょっとね比べてみると本当に全然違いますね。シルエット的にも大幅にね太くなりまして、もう背丈がちょっと違いますけども、はい、かなりね迫力のあるフォルムとなってますね。この足の方もももがかなりぶっとくなってですね、はい、この足の付け根のこのボールのとこがかなりむき出しになっていて、ちょっとね強化されてますねこの辺が。前のこのガイガーの時はね膝のあたりが結構、関節が結構緩みがちだったんですけども、まだこれファイナルフュージョンしてね足の方を合体してないのでこの後どうなるかわからないんですけども、このねガオガイガーの方はかなりこの膝が緩くてですね、こう前とか後ろにつんのめっちゃってですね結構大変でしたね横幅もねかなりあります。後ろの方もかなり形が作られていてね、前はこのようにねシールだったんですけども、このね頭の後ろのところもシールだったところが今回塗装になってますね。はい、この頭の方なんですけど、この大きさだと
このガオガイガーのギャレオンの時の大きさだと、これでね、バランスは取れてると思うんですけども、ジェネシックギャレオンの方になると、頭がね、このぐらいの大きさだと、ちょっとこうバランスが悪いかなっていう感じになるので、この頭なんですけど、2番のガジェットガオの方にね、この、ちょっとこれが一回り大きくなったような頭が入っているので、そちらに付け替えると、頭とこの体のバランスがね、かなり良くなるんじゃないかと思われますね。こちらガオファーの方も、まあ、大きさ的には、まあ、ギャレオンと同じぐらいなんでね、まあ、比べてみるとやっぱりジェネシックガイガーの方がね大きく見えます。だから今形的に全然違うんでね、比べようがないんですけども、ガオファーの方はかなりロボ的な形になっているのでね、若干ガイガーの方に近いかなと思いますけども、でもまあこのね、ガオガイガーファイナルに最初に出てくるのがこのね、ガオファーなので、まあこれからこれになるというのは、まあこれでもね、この勇者の仕事を果たして、ジェネシックガオガイガーにバトンタッチしているんじゃないかと思われますけども。はい、ということでこのね、3体を比較してみました。やっぱジェネシックガイガーはね、でかくなってますね。この足の爪なんて本当に、ほぼ倍ぐらい、倍ぐらいですね。こうちゃんとこれで、まあ、このね、足の爪が伸びたことでかなり安定して立たせることができてね。このガイガーの方はかなりね、ちょっと立たせるのに安定しないんですよね、あんまり。地面にこう、ちゃんとね、設置するんですけども、揺れに弱くてですね、すぐ倒れちゃうんですね。ジェネシックガイガーはね、かなり安定して立たせることができますね。ガオファーの方もちょっとね、立たせにくいです。はい、ということで今回はスーパーミニプラ勇者王ガオガイガー6のジェネシックギャレオンを組み立ててみました。まあスーパーミニプラもねかなり進化しているのでね、この合体してね、もうほぼ見えなくなっちゃうロボとはいえね、手抜きが全くなく新しい試みもふんだんに入っておりますね。まあ、やっぱりこのね、腰からもも膝ぐらいにかけてはジェネシックガオガイガーになった時もね前面に出たり、ここが結構ね主軸になったりするのでね、この辺りをかなり強化して設計されているなっていうのが分かりますね。はい、でこのねガイガーとかギャレオンとかガオファーファントムガオーと比較してみたら、ジェネシックガオガイガーはかなり進化しているんじゃないかと思われますね。はい、ということで今回はねジェネシックギャレオンだけを見てきましたが、はい、次回はこちら2番のガジェットガオン、これですね、これを組み立てていきたいと思います。はい、そして、このね、まあ、ガジェットガオーはステルスガオーと比較してみたいと思いますね。このようにね、歴代のステルスガオー、はい、ステルスガオー 1,2,3 とありますんでね、まあ、これに関してもガジェットガオーとは全くね別のものとなるので、まあ、そんなにね比較対象にはならないと思うんですけども、まあ、部分的な役割としてはこのねステルスガオーと同じ役割になっているので、ちょっとこれもね次回比較してみたいと思います。はい、ということで以上トイズガオーでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。